こんにちは、こんにちはです。今ですね。いよいしょ。えー、二十、<laughs> えー、二時四十六、もうすぐね、三時です。牛蜜時を回っております。はい。で、なんで、うん、こんなもう、わけのわからないね、アホみたいな時間に流してるかって言ったら、あのー、まあ、まあ、正確に言ったら、あの、まあ、ま、 帰ってきた今日の昼夜、夜、夜ですね、夜、帰ってきたで、帰ってきて、尺八が届いたんですよ。尺八が届いて今、すみません、ちょっともう眠くて。で、まあ寝、寝たんですよ。で、明日の朝、尺八を開封しようと。尺八の開封動画作ろうと思って、あのー、まあ、今日は寝るかと。まあ、僕、仕事終わって家帰ってくるんだった11時前ぐらいなんで。 さすがにねそこからしゃかち開けてというのでできないのでって思ってでまあまあいろいろしてまあ12時半ぐらいかなちょ最近ちょっと仕事も忙しくて寝てたんですよで寝てたんですけどなんかどうしても気になって起きてしまってならもう取っちゃおうともう逆にもう家族も今もうみんな寝てるんで。 今がチャンスだと。まあ尺八多分、服とよくないんですので、服はもうほんちょっと音入れるぐらいですけど、どうしても気になって、っていうで。で、今回買ったのが、あの、大井尿水缶ですね。もう、そうですね、もう股間といえば、大井尿水ってあって、で、あの、僕が、その、初めて、 尺八という曲をで涙をした涙を流したあの演奏山本宝山先生の「アミーゴ」という曲で、えー、この「尿水管を吹かれてていやもうなんか全身に浴びるような尺八の音ってこんなに素晴らしいんだなっていうふうに思ってまあその「アミーゴ」の CD も買ってでまあ「アミーゴ」の譜面もね買って。 買ってっていうかあの本にアミゴの不眠があってまあまあこの動画でも何回か拭いたりして楽しんでるんですけどその尿水管がですねまあ僕知らなかったんですけどあの久美先生のブログをあの好きですごい読んでるんですけどねどうやらあの二大股の診療ですね要はまあその古月とか あの要は泰山間のね古月とかあと古岩とかですね、えー、とこの前この前買ったやつですね古月やら古岩やらの制作者と同門らしいとだこう登山流のメイン生監視であの尺八に字を入れた人、ね、地盛り地盛りをまあなんか正式的に作ってであの すごいもうめちゃめちゃなる尺八を作ってた方っていうイメージだったんですけどでまあ山本宝山先生がつく使われてたと山本宝山先生のお父様が使われて,てそれそのまま宝山先生が引き継いでで溶水管で拭いたというようなイメージしかなくてまあまあ地塗り管かと地がある管かというイメージしかなかったんですけどどうやらその峰道先生のあの ブログを見てると地なし缶もあるらしいとで多分地なし缶は一本もの一本ものいやなんかねあの僕もその結構尿水缶っていつも上がっちゃうんですよやっぱり人気なんでめちゃめちゃ量は出るんですよもう下手したら1ヶ月に1本2本ぐらい尿水缶出回ってるぐらい その結構だから股間マニアの方で尿水管持ってる方って多いだから結構マニアの方がみんな一本は買えるぐらいすごい出回ってるのでただちょっと気になってその明らかに妙案系泰山系であるとか新法流系の,その昔のですね昔のその吹く人要はお寺の。 お,てお寺系の人が方がこう名前をね書いている女水館がそれはあんまり数は少ないんですけどちょいちょいあってで僕なんでかなって思ったんですよ。なんで登山流系のなのにお寺の方も地,なしあの地あり拭いてるのかなと思ったらどうやら地なし館もあるらしいと。で それはその古月樋口財産家の古月とかと同じ年代でまあもしかしたらその旧明暗あの新法隆、うん、新法隆系のその旧明安寺系ですね新法隆というか旧明安寺系その不法家屋のあのまあ江戸から続くね関西の指南所の、まあ、その源流のを習ってたかもしれないというところの調査を読んでえー、じゃあ 勝浦正山のと同じような系統のあの柔らかい柔らかいけど音量がバンバン出るもしかしたタイプかもしれないと思ってずっと聞きになっててでちょうどいいその延べ缶っていうのまあって医者急須がね延べ缶っていうのがあってヤフオクでであの探してでまあ僕が見た時最終残り3分ぐらいでまあ 2万千円ぐらいやったんですよで、まあでもまあ,あのそんなね尺八ばっかり買ってもっと欲しい欲しいんですけどって思って記念入札したんですよ2万3000円ぐらいかな記念入札したら3分後にこれおかしいね夏の夏のマジック入札できてた <laughs> 入札できてたんですよね あれおかしいなと。コナンバりいいですよね。あれでおかしいなと思って。僕は騙されてるんじゃないかと。うん。タヌキにばか、今、徳島ですかね。タヌキにバカされてるんじゃないかと思って、なんか落札できたんです。ただ、なんか、あんまり見てなかった。まあ、その状態はいいなというのだけ確認してって、あんまり見てなかった。で、まあ、 のべかんなんですけど地なしかどうかわかんないですよね。でできれば僕はそのまあ、地塗りの尿水はいっぱい拭いたことがあるのであの音色さんにもありますしちょこちょこ持たれてる方もいるので地塗りの尿水管っていうのは今までいろいろい何回も何回か拭いたことあるんです。まあ、5回ぐらい5本ぐらいかな拭いたことがあるんですけど、まあ、地塗りの水管は正直僕の中では。 僕の好みでではないんですよね音が宝、うん、山先生のもう地純理感ですごいいい音があったんですけど僕はやっぱり古の地なし股間が好きなのでちょっとなんていうのあって、まあ、できればそのンポ流系のンポ流系っていうかその旧名案字系ですねアマタの新流だからそのえっ、ー、とそのまあそのまあまあ、まあ、あれです、ね、流派はあれなんですけど。 こう柔ら,か柔らかくて強いとか出ればとできれば地なし感でで、まあ、それを思ってたら目覚めちゃったという話長いというところであの今から、はい、開けていきたいと思います <laughs> 好きですね、ああでもいい袋ですねいい袋じゃないですか尺八のねおたぐちは元気ですねはいおたぐちは元気ですねまあやや太めって、まあ、ちょうどいいぐらいですねまあ根がしっかりあってここが 割れてるっていうか、ほぼ割れてないですね、これね。割れ止めもきっちりあ。いいですね、この、僕ね、この、蝶々型のね、蝶臭い、蝶臭いっていうんですか。これで割れ止めしてある尺は自体、好きなんですよ。結構詰まってますね、なんか。重たいです。重たいです、これ。景色は、竹の景色は、とてもいいですね。え、これでもちょっと重たいな。竹詰まってるな。 G 入ってるんかなでは、歌口良好。我もないですね。はい、しっかり藍水管です。ああ、でも結構太いのか。えっと、これが AIEIDX ですから。ああ、全然太いな <laughs>。これが AIEIDX ですから。全然太いな。よし。じゃあ、見ます。 さっき見ますどうですかこれであの節が見えてたら僕の勝ちです節が見えずに地塗り感で綺麗なか綺麗綺麗だったら負けです重さはめちゃくちゃ重いですごっつい重いです もしこれ地なし館だと、詰まりまくってるね。中がね。怖い。みんな答えわかっていますよね。怖い。いきます。地なし館 <laughs> <laughs> や。地なし館や、これ。あ。 あばっちり、あばっちりばっちり、ああばっちり。あ節あるね。あふしあるね。ここね。ここね。あふしあるね。ああふあるね。ああ、大丈夫。ああ、じゃません。ありがといました。よかったです。 良かったですあ汚いちょっとお掃除から行きましょうか、ね、<laughs> えっとあーこれでいいや でではしななくていいような状態です、ね、まあちょっとここのここだけこう指穴のねここがちょっとやっぱり汚れやすいんで、ね、ちょっとね汚れてるんで、はああよかったホンよかった食なしや <laughs> リナシアやっぱり地なしや。ナシしも、地ナシア好きで。あれ、僕。あった。しょ。はい。ちょっと通しておきますかね。はい、多分、全然長年拭いてないですね。埃が溜まってるから。多分、表だけサッと。 出品の時に吹いて、中は何もしてないですね、これね。よし、まあ一回で。あ、きれなった。さあ、じゃあいきます。はい。お待たせしました。じゃちょっと、生、生の音。どうしよっかなー。新法流、新法流の、新法流の譜面。 新法流で何か行こうかなあうん小レボ行こうかなじゃあ小学兼レボ行きますねいただきますあもっと鳴らせない

おお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 いいね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 大歓話 Sì. でこんななったらほら売れるわなほらここに金で名前つけるわすごいわちょっとやってみますねエフェクトのノーエフェクトでいきます地なしなんで。 よし。<laughs> <laughs> <laughs> 編にしときましょう夜なんでねいやー大当たりやねあー皆さんもあいいっすよ尿水管の地なしえー、これやっぱり、えー、地塗りきよりいいかもしれんなうんちょっと最高やねすごいねすごいなこれ9寸って言えいいよね はい。という,うね、そんな感じでした。まあまあ、また。ちょっとこれ、まあ、深めて取ります。あの、他の、げ2尺のつか館とかもね、あるんで、2尺のつか館とか、あの、あと、その、まあ、3代目の股の心流、だから、2代目の門下生ですから、ね、3代もね、3代目の股の心流館とかと色々、いろいろ、いろいろちょっと比べたいと思います。はい。では、えー、そんな感じでしりました。またね、おやすみなさい。<laughs>